誰一人取り残さない世界を目指すための持続可能な社会を目指して世界を変える17の目標 SDGs。 COI 東北拠点では SDGs の3つのゴールを目指して活動しています。検診や人間ドックが普及しているにもかかわらず、突然死は依然として減っていません。また一人暮らし世帯は増加の一途をたどっており、健康に大きな影響を与える孤独を抱える人も増えています。 COI 東北拠点はそれらの課題解決のため、いつでもどこにいてもさりげないセンシングによる日常人間ドックの開発を進めることで、自助と共助の社会を目指しています。日常人間ドックは測る、分かる、送るという3つの要素で構成され、センサーを使った計測でデータを収集、周りの人々と共有しながら活用していく技術です。 COI 東北拠点の研究が実現する未来の社会をご紹介します。日々の慌ただしい生活の中、体調の変化に気づかず、それが様々な病気などにつながることは少なくありません。 COI 東北拠点では、そうしたリスクを回避できる社会の実現を目指し、超小型センサーなどのさりげないセンサー技術や、体との親和性の高いデバイスを用いて健康状態を計測し、日々の変化がすぐに分かるようになります。他にも測る、分かる、送るに関連した研究が進められており、さまざまな社会実装の成果が生まれています。家族構成や社会状況の変化によってライフスタイルも変化してきています。食事の偏り、運動不足、ストレスなどによる体の不調は生活の質の低下へとつながります。こうした日々の健康管理として、口腔内センサーで口腔内の状態やストレスなどをいつでも的確にチェックできたり、センサー機器を内蔵したスマート家具で健康への悪影響を知ることができたり、鏡の前にいるだけで血行状態や自律神経などの健康情報を表示してくれる魔法の鏡で、日々の健康状態が簡単に把握できるようになります。このツールを使うと、運動前後だとかストレスの高い仕事をした前後とかというものの比較が数値で分かりますので、そのような特に健康に不安を抱えてない人でも健康モニタリングツールとして利用することができると思われます。高齢化に伴い、社会全体において心身の健康に関する不安が高まっています。そこで年齢に応じた適度な体づくりや周囲が見守ることのできる技術が求められています。私たちが研究を進めている血流動態センサーの技術を用いれば、健康状態をその場で把握、共有でき、安心した体づくりが可能になります。またさりげないセンシングによるヘルスケアにより、家族の生活や健康状態も分かります。血圧の変化によってその診断をしたりとか、その、病気がひどくなる前にそれが分かったりとかですね、そういうことにつながると思います。測ったデータをクラウドに送ることができて、お父さんお母さんの状態を知るということができますので、とても大事なことだと思います。私たちが取り組んでいる日常人間ドックは、将来的にはさまざまな情報をクラウド上にビッグデータとして一元管理、ヘルスケアのプラットフォームである思いやり愛を介して、その理解共有を図っていくことで、SDGs の3つのゴールに向けた活動を続けていきます。新しいヘルスケアのシステムとかサービスを展開するためには、大学でより高度な研究開発、技術開発が必要になってきます。私たち COI 東京拠点では、そういうふうな観点からより先端的な研究開発を進め、社会に貢献したいというふうに考えております。新しいテクノロジーの温かい使い方みたいなのを本当に追求したいなというふうに私たちは思っています。